ダウンタウン松本人志 VS 文春5億5000万円裁判。女性誌の告発者被害否定報道の波紋反論必至の全面戦争も復帰の。焦点は M1。ダウンタウン松本人志60がテレビから姿を消して半年。復帰は一体いつになるのか。松本と週刊文春文芸春秋の裁判が進行しているが、 裁判の焦点になっている被害女性が自分は被害を受けたという認識ではないと周囲に話していると6月24日配信の週刊女性プライムおよび6月25日発売の週刊女性主婦と生活者が報じ大きな波紋を広げている女性に男女の関係を強要したなどと週刊文春に報じられた松本が 発行元の文芸春秋などを相手取って5億5000万円の損害賠償や訂正記事の掲載などを求めたこの裁判。第1回口頭弁論が3月28日に、6月5日には弁論準備手続きがオンラインで行われた。6月5日には松本側の代理人弁護士が損害賠償額の上乗せの可能性を示唆。 現在の請求額は医者料5億円に弁護士費用5000万円というのが内訳だが、休業している期間の損害を上乗せする可能性があるという。松本は文春との裁判に注力するため1月8日から芸能活動を休止している。2023年12月27日発売の週刊文春では A 子さんと B 子さんの女性2人の証言をもとに、 松本と後輩芸人らを交えたホテルでの飲み会が2015年に行われたと報道。芸能活動を志していた二人は、スピードワゴン小沢和弘50か声をかけられ飲み会に参加したところ、松本から男女の関係を強要されたという記事だった。A 子さんは週刊文春に指揮を寄せており、 裁判になったとしたら、証言台で自分の身に起きたことをきちんと説明したいと考えて、います、としていた。この報道に、過去に松本との飲み会に参加したと告白し、松本を擁護する発言を続けてきたセクシー女優、下津るな33も反応。6月25日に X、旧ツイッターを更新して、これが本当なら松ちゃんの勝利も近いのかな 自分は告発するつもりはなかった。ってどういうことその告発で人の人生奪ってるんやで、とポスト。また、ビート清志74も同日、X に、被害受けてないってならもっと早く文春の記事は違うって言えかったのか人の、人生かかってんだぞ、と綴った。週刊女性プライムと週刊女性の記事は大いに注目を集めていて、 長らく、ヤフー。ニュースでもエンタメランキングの上位に、松本さんと文春の裁判がいかに多くの人の関心事になっているかが、改めて浮き彫りになりました。週刊女性の記事内で X さんが、週刊文春の A 子さんと B 子さんのどちらかは明らかになっていませんが、被害者だったどちらかが被害を受けた認識はないと、週刊女性。 の報道通りに周囲に話しているとしたら、裁判にも大きな影響があるのでしょうね。ワイドショー関係者。週刊女性の記事を受け、松本の代理人弁護士は、告発している女性が誰だかが、こちらはわからない。週刊女性の記事については、我々が管理するところではない。文春側の立証に影響があるだけでは、こちらは A 子と B 子もわからない状態。 なので、こちらの戦い方は変わらない、とコメントしている。ただ、こういう不利になると考えられる話が出て、文春側も黙っているはずがありません。5億5000万円に加えて、休業期間の賠償金を請求されるとなれば、とんでもない金額になりますし、そもそも、政財界はじめた方面に絶大な影響力を持つナンバーワン週刊誌である、文春の勝負記事。 絶対の自信があったからこそリスクを承知で記事にしたのは間違いなく、週刊女性の記事を受け、逆襲の一手を放つ準備を今、進めているのではないでしょうか。全面戦争のさらなる激化は必死でしょう、全土松本側は文春と徹底的に争う構えを見せている。一方の文春側も5億5千万円に加えて、休業期間の損害という。 高額請求の可能性があれば、双方が簡単に折れることはないだろう。裁判開始前、複数の法律の専門家は、松本と文春の裁判は決着まで最長3年はかかるのではないか、とも指摘していた。民法規局関係者が話す。次は8月14日に、再び非公開のオンラインでの弁論準備手続きが控えていますが、 今後も双方と折れることはないのでしょうね。そんな松本さんですが、復帰の大きなポイントになると見られているのが、M1 グランプリ、なんです。ダウンタウン、松本さんのレギュラー番組は複数ありますが、松本さんが関わっている番組で今、最大級の影響力を誇っているのが、M1 ですからね。芸人の間でも、今年の M1。 はどうなるのか松本さんは出られるのだろうかという話が盛んにされています。キング・オブ・コントや R-1 グランプリなどお笑い賞ーレースは数あれど、最大かつ圧倒的な影響力を持っているのが M1 だ。2021年の M1 の広告に人生、変えてくれのコピーがあったように、m 一優勝者には人生が一変する大ブレイクが約束されていると言っても過言ではない。近年でも21年優勝の西木二22年優勝のウエストランドはチャンピオンになった後、多数のテレビ番組に呼ばれるようになり、現在でも人気番組に引っ張りだこ。23年優勝の令和ロマンは、彼らがテレビ出演を好んでいないというところもあってテレビ露出は少なめですが、 劇場やイベント、ネット媒体では大活躍していますよね。そんな圧倒的な影響力を誇る M1 が芸能界のトップブランドであり続けていること、権威を持ち続けていることは、看板に松本人志があることがやはり大きいと言われています。芸人たちからは笑いの神とも称されることもある松本さんに笑ってもらえる。 評価されることで一流のお墨付きが得られるということですね。だからこそ今年の出場予定の芸人たちも松本さんが戻って来られるのかを非常に気にしていると言います。松本さんの中にも芸人のためにという思いはあると思われますが、周囲も M1 に間に合うかと M1 のタイミングに一つ復帰のポイントを置いていると言われていますね。つまり、 12月までには裁判の決着をつけられるかということですよね。ただ、松本さんサイドも文春サイドも現状、引く様子は一切ない。M1 に間に合わないとなると、もう今年の復帰はないでしょう。M1 に間に合わないのであれば、もうとことんやる、となって、いよいよ裁判は長期化するのではと見られていますね。 そうなると活動休止は1年を超える。テレビからそれだけ長い時間消えるのはとてつもなく大きい影響がありますよね。はい、前室の民放キー局関係者。そんな松本の近況について、代理人弁護士は6月5日の弁論準備手続き後の取材時に、松本は髪型は金髪で、これまでと変わらず元気です、と話している。